念願のソース抜き忘れたほんとだ。金の忘れ物か。ピットクルーが取りに来たようです。やっぱり、ここで抜くよな。あれ、そんなに手間取るの？すっと抜けそうですけどね。おお、やっとですか。さすが F1 マシンだ。飛ぶように走り去るな。それにしてもこのホース、結構重たいんですかね。吹きこぼれが原因で燃えてるのを見ますが、どういう仕組みなの？教えて、詳しい人。なんやかんや、ホースは無事故で回収完了。高次元な速さで展開される F1 でも、ピット作業は人力、カーボン強がお届け。さあ、一大ピットに来ましたね。F1 のピット作業は見物だよな。いくつもの工程が一瞬で終わる感じ、好きだぜ。その間にタイヤ取れましたね。なんて言ってる間に、もう終わりだな。早いですよね。でももっと早い。ああ、タイヤ取れたー。うわ、やっちまったな、こりゃ。新たな1台がピットイン。あ、そうそう。7月は1日に本当投稿します。進化します。学校新聞配達プログラミング読書運動睡眠遊びなど、余裕はないけど頑張ります。おっと、急にで繋がってますね。なんか発狂しててくさ。チャンネル登録者1万人も超えたい。応援よろ。1本2分だよ。このクオリティが1日2本楽しめるんだよ。さあさあ、登録しておこうよ、む。あ、またホース抜き忘れてんな。何があったんでしょうかね。あ、飛んでっちゃったな。さあ、またピットインです。進入速度速いですね。え、何間違えてんねん。自分のピットを間違えるなんて、まあありえますね。あー、先越された。これ、絶対間違えたせいだよな。痛いミスでしたね。今度こそノーミスでピットから出たい。スピード違反と飛び出しと後ろに注意して、確実にエリア内に止めるぞ。進入ルートよし、停車用意。ってここじゃないやん。おい、なんで間違えるんや。すまんこ、燃やしたろうか。遠慮しときます。そういえば、さっき進化するって言ってたよな。今すぐ済んだよ、アクシロよ。なになに。キャあー、消さないでカーボン強波、焼き鳥に目が進化した。レーシングカーのピット作業は、意外に危険なんだ。取り上げないが、人間が吹っ飛ばされたり、大火災が起こった例が多くある。短時間の猛烈作業、リスクゆえの魅力もあるんだ。面白かったらチャンネル登録をお願いします。他にも、この手のトラブル動画がたっくさんあるから、好きなのを見てね。右上のアイマークや概要欄、チャンネルページから続きをどうぞ。では、カーボン強でまたお会いしましょう。ありがとうございました。